はい、こんにちは、カパパです。いつもね、動画のご視聴ありがとうございます。先々週、カブママが新車を買いました。今度からね、この車で車中泊をすると、いうことです。はい、車中泊はですね、実は10年ほど前からこちらのプレマシーでやってました。だけどね、プレマシーって中広いんですけど、天井がすごく低いんで、圧迫感があったんですよね。またね、車内でちゃんとした料理も作ってみたいということなので、こちらのね、スズキエブリィワゴン、PZ ターボスペシャル、パートタイム 4WD の CVT、ハイルーフを買ったということです。まあ、そういうことでございまして、この日はね、待ちに待った納車式。担当してくださったね、柿沼副店長から最後の説明を受けてます。はい、いよいよ、ご対面ですね。一旦先に、はい、傷の確認とかだけ、あ、はい、一応してもらっていいですか。まあ、停車してるんで大丈夫だと思う。はい。いいね、エブリオさん。いいね。みんな背高いね。うん。もういいよ、OK で。いきますね。はい、チーズ。じゃあ、縦でも倒してください。はい、チーズ。ですよね。ミラーのボタンとかついてます。まあ、ウィンドウのロック。はい、パワーウィンドウのボタンですね。これ大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。はい、で、ちょっと細かいところで、ここにいっぱいいろんなボタンがついてる。4WD オート、4WD ロック。全部くっついてるの、はい、いいね。で、フォグランプ。うん、で、走行安定補助システムのオフボタンと、うん、はい、アイドリングストップのオフボタン。この辺オフです。全部オフ。はい、これは車線はみ出す音が鳴るボタンとオフ。はい、自動ブレーキのオフボタンですね。はい、なので、普通に乗っている分には、基本的にはまあ押さなくても大丈夫かなと思います。うん、ビニールこのままで大丈夫ですか？ビニール、あ、大丈夫、大丈夫ですよね。はい、はい、ありがとうございます。いいえ、こちらこそありがとうございました。かぎとこのドリンクホルダーに入ってますので、はい、ありがとうございます。またお願いします。